いよ、早口の話を知ってるございます。今回の動画はですね、前回ね、質問コーナーをね、したいって言って、質問コーナー募集を取って、やっとね、それにね、回答できる時間がね、できたんで、早速ね、回答していきたいと思います。シットの質問コーナー、始まるよ。経験人数何人ですか？いきなりそれ？だから童貞の俺に聞くなって。いつセックスやりましたか？だから童貞の俺に聞く。嫉妬さんの好きな芸能人は誰ですか？これは結構ね、真面目に答えさせてもらいます。僕は今来てるのはやっぱり石原さとみがね、好きですね。俺リッチマン、プアウーマンとかの石原さとみも好きですし、ヤマピーとのね、ドラマの時の石原さとみもね、好きですね。石原さとみとヤマピーできちゃったね。50メートル走測る、よーい、ドン。10秒54。俺のチャンネルは説明欄から、キコリチャンネル下の概要欄に、ね、貼ってあるんで、ぜひみんな登録してあげてください。本当に登録してあげて。本当に誰か知んないけど登録してあげて。 お願い、本当にお願い。昔の写真が見たいです。お前何してんだよ、早く元の姿に戻れよ。俺の昔の写真見ます？めちゃめちゃ痩せてますよ。じゃあ卒業アルバム見せましょう。見せてやんよ。はい、こちらですね、小学校6年生の時の写真。めっちゃ痩せてるでしょこれ。いつ見てもこれはね、痩せてると思います。クギケンにキスしてみて。お前何しよう、なんでカメラ撮っ。オフ会の予定はありますか？これね、めちゃめちゃね、言われるんですけど、僕ね、オフ会したい気持ちあるんですけど、一人でするってなるとちょっとね、嫌なんですよ。誰かと一緒にやるとかだったらいいんですけど、ちょっとね、誰か一緒に釣る相手募集中です。元何部ですか？僕はですね、小学校1年生から中学校3年生までね、バリバリサッカーやってました。ちょっとね、今サッカーやってる感じで出てないんですけれども、一応サッカー部でした。リフティングやって。リフティングか、いいだろ。外行くぞ、外。シット、豚の真似して。おい、ハリネズミみたいな顔しやがって。なんもねえよ。はい、タ行が入る単語で笑わせてください。タ行で笑わせてください。タチツってどうやろ。まあ、だいたいチでだいたい想像はつくんやけど、それやったらありきたりやから、俺やったらタモリ。ちょっとやめてくれよ。住所をどうぞ。滋賀県。今後について。今後についてですか？でもそこまで変わらないと思います。10月はね、基本毎日投稿でやってるんですけれども、11月以降はね、多分毎日はね、出せるかわからないんですけれども、できるだけ出そうっていう感じで、別に特に変わらないと思います。ビートボックスやってください。甘やねんと俺そっくりやん。童貞はいつ卒業するんだ。は、誰だよこいつ。ちょっと動画見てみよう。はい、どうもこんにちは、スーパーテストが今回ですね、なんとアカウントがスーパー R になってしまってるんで、変更しちゃったんですよ。目を変えた方がいいか、変えない方。お前も童貞だろ。はい、というわけで今回の動画はですね、1ヶ月半ぶりぐらいにね、質問コーナーしました。また機会があればね、多分冬ぐらいにね、やりたいかなと思います。たくさんの質問ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ボーン。あー、楽しかった。